小林めぐみです。下北沢ツーハウスに住んでます。で住んでる期間は1年3ヶ月ぐらいで会社員です。一番は国際交流ができるっていうすごい楽しそうだなっていうイメージが一番大きくて、英語は私もう本当全然できないんですけど、ちょっとでもこう旅行にで使えたらいいなっていう期待を込めて大変って思わなかったですね。それよりも入ってきてもうすぐなんかみんなでなんかバーに行って飲みに行ったりして、なんかすごい楽しいみたいななんかもうワクワクする感じの方が大きかったですね。なんかなんとなくこう頭の中で想像はできてたんですけど、すごいやっぱりフレンドリー、みんなフレンドリーでいろいろ話しかけてきてくれるのですごい助かりましたね。もうとにかく楽しいっていうことですね。やっぱみんなやってることとか趣味とかも全然違うので、なんか趣味とかをこう共有したりとかして、で実際私もここでミュージカル映画を見てて、みんなで、で私はミュージカル映画とか全然見たことなかったんですけど、それ見てあミュージカルってすごい楽しいんだっていうのを気づかされて、新しい世界にいろいろこう出会えるみたいな本当なんかもう多分いいことしか待ってないっていうぐらい、私は本当にこのハウス好きです。お恥ずかしい話なんですけど全然っていうか、言ってることはちょっとはこう分かるようになったんですけど、自分からこう話すのがあんまりできてないっていうか、もう自分との戦いみたいな感じで、通訳してくれたりとかする人もたまにいるので、私はもう英語しか喋れない人の話はもうすっごいもう超真剣にもう聞いて頑張って聞き取るみたいな。前よりも社交的になりましたね。一人見知り多分するもともとする性格だったんですけど、結構初めて会う人とかすごいいっぱいいるので、とりあえずこう自分から行けばなんとなくこう会話は続いていくし、その方が楽しいなっていうのがあって、なるべく明るく最初はこう挨拶するみたいな静岡にいたら知らなかったこととか体験したことなかったことが、こっちに来てもう一気に情報量がもう何十倍とかにもなるので、もうすごいそういうのが広がって楽しいなって思いますね。おすすめです